の皆様こんにちは、関でございます。関でございます。本日ですけれども見てください、カメラこっち今日なんですけれども、はい、毎年恒例のですね、弊社のあのバーベキュー大会をですね、全店舗休んで毎年やってるんですけれども、今日その模様をね、もちろんちょっとこう動画に収めさせていただこうかなというところと、一番大事なのはやっぱり僕たちの会社はやっぱり飲食店なんで、やっぱり美味しい焼肉のタレを開発しようじゃないか、うちの全店舗の料理人の方全員がまあ基本的対象で、で牛の肩ロースをに合わせる最強の焼肉のタレをみんな作ってくれて、今日で全部30、40人近くのスタッフさんがみんな来てくれてるんですけども、それでみんなでこうね、票を入れていただいて、で一番になったものをぜひですね、皆様にお届けできればなと、まあ、それとは別でね、いつもね、弊社の中でもそういう風な形でみんなでね、楽しんで仕事をしているかというようなね、まあ仕事とオンとオフですね、オフの方をどんな感じでやってるかなんていうところをね、ぜひ皆様にご視聴していただければなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。まあリンダルプラで初でしょ。はい。動画で、あ、この動画だってやったことない。去年も撮ったんですよ動画。でももうみんな酔っ払いすぎちゃって、もうね使えない。で今年はちゃんとカメラマンさんに来ていただいてるんで、はい、まあ、ちょっとちゃんとやりましょうと、はい、こういうことなんでね、ぜひね本日の動画の最後にご一緒に。いや、ちょっと全然リンダルも一言。はい。今日は楽しみたいと思います。かけがりカットなんか水溜りボンドさん あのカンタさんにすごい似てるってよく言われるらしいです、はい、最近めっちゃ言われます。この前昨日お店でも言われてた。はい、言われます。というわけでそんなところからのスタートでございました。最後までぜひ、ね、ご視聴していただいて、で次回の動画で、今回 その最強の焼肉のタレ、牛肩ロースに合わせる最強の焼肉のタレをの、まあ、ちょっとごめんなさい、もちろんお金かかってるんでただっていうわけにはいかないんですけれども、ぜひね、皆さんもお届けできればなと思っておりますんで、ぜひよろしくお願いいたしますということで、本日もご視聴よろしくお願いします。じゃあ楽しみましょう。はい、お願いします。乾杯。お久しぶりです。大丈夫、さすがに、さすがにちょっと辛いです。誰が何を作ったかわからなくて、味見してもらうので、それの番号を。ちょっと待って。スクタコ組。リンタロー、あ、リンタロー。あ、リンタローちゃん。これから、まあ、昨年と同様に、焼肉のタレをみんなに開発していただきました。で、一番票が多かった、美味しいやつを選んでいただいて、一番美味しい。ったというふうな焼肉のタレを作ってくれたその張本人に僕から賞金を出します。
おろしみんなね、忙しい中、夜遅く残っていただいたりだとか、まあ、家でね、頑張って作ってくれた仲間とかね、いろいろと話は聞いておりますし、すごい感謝してます。じゃあちょっとね、そのタレをみんなでこれからちょっと準備していただいて、票を作っていただくような形になるんで、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。で、ケンチョウそっちでいい？じゃあ今中村さんがいるところで、みんなに試食していただくような形になるんで、声がかかった方から順に、試食していただいて、その場で投票していただくというような形になりますので、ぜひよろしくお願いします。12あるんで、よかったタレの番号、あ、いや、これって言ってくれればいい。あ、全然違います。焼肉のタレなんで、できれば肉でお願いします。確かに肉をいっぱい焼いてください。肉をください。決まりました。ダントツ1位です。全部美味しかった。全部美味しい。悩むのに疲れました。お次一人超えてます。はい、次誰か、次入って。美味しいですね。とっても美味しいです。肉がちょっとずつね。で、12種類あるんで、はい、1個ずつ12種類、はい、分かりました。てもらって、はい、最後、美味しかったのを組んで、耳元で、後藤さんの耳元で。後藤の耳元で。大丈夫、匂いとか大丈夫ですか？マジ？これは何？おもろいねこれ。美味しいです。美味しかったね。全部美味しいです。というわけでね、我々の番になったので、ちょっとじゃあ実際にこれもういいですか？はい。全部食べないといけないと。難しい。もう今この時点でもすげえ難しいんだけど。美味しい。どれもとっても美味しいです。この順番でさ、食べてる順番でもちろん流してるけど、なんか飲み物持ってこさせた方がいいやん。いや、もう本当にだってかなりだって俺たちは超重要な動画なんで。そうです。次誰か。あー、難しいな。これアメリカ産の US の肩ロースっていうのが今回の動画のキーポイントなんですよ。そこに合わせる焼肉のタレっていう風にみんなに伝えてやってるんで、なのでそこに合わせます。迷ってで牛肩ロースに合わせるんだ。そうですね。牛肩ロース狙いの最高の焼肉のタレだから、とりあえず最高に美味しいんで、でも確かに最高に美味しいんだ。食べて牛肉を食べて、僕が最後に伝えます。これ。牛肉もあると自分のタレがどれかも分かんないかもしれない。美味しいございました。全部美味しくてわからないぞ。初めてやったんで。あ、こういうみんなこういう味ついてんだなと思って。はい、美味しかったです。でも勉強になります。全部美味しいです。素晴らしいです。自分のではなかったの。他の人のやつの方が重かった。美味しい。巻きで巻きで。全部美味しかったです。全部美味しいです。いやもう美味しい、美味しいしかないです。美味しいです。
タレスープでもすごい味違って面白いです。ちょっと悩んでます。美味しいです。美味しいです。関さん、今結果出まして、あと関さんのを残して、今みんなの終わったんですけど、なんと同率1位が2人います。はい、マジ？はい、え、じゃあ俺のやつだけ？関さんので変わるか、それがもしあれでしたら、あの同率でなんで決勝をもう一回やるか。もう一回やるか。マジで？そんなすごいじゃん。はい、じゃあ、なんならその2つは僕、一回味見させていただいて、その2つは僕が選ぶっていう形でもよろしいですか？最高だと思います。はい、いいっすか？じゃあちょっと、タレを出していただきます。うわー、分かってるわ。いただきます。マジで難しいっていうか、ちょっとでもやっぱ料理やってるなって感じする。あ、はい、決まりました。決まりました。はい、はい、お願いします。でもね、やっぱりこう普通の焼肉のタレっていうと、まあまあこっちかなっていうのと、そうじゃなくてやっぱりこう他の会社では絶対作らないであろうというような味わいを作った焼肉のタレっていうところで、僕はこちらを。はい、よっ。おー、じゃあとりあえず皆様、焼肉のタレの集計が取れましたので、ぜひご報告をさせていただきたいと思っております。第3位、はい、自由が丘、ゴナリ、おお、クボ、はい、どうぞ、こっち、はい、では、ニンニクのタレ作る初めてなので、ちょっと分かんなかったですけど、まあ、でもこれちなみに、はい、ちなみになんですけど、僕二子玉川関係の、料理店も兼料理店の店長兼務してるんですけど、うちの店舗の2人ちょっと立ってください。で、彼ら2人、僕の二子玉川関係の店舗の仲間なんですけど、万が一3位以内に2人とも入らなかったらガチ坊主なんで。続きまして第2位、はい、髪の毛、おお、浜島健一、すげえじゃん。効率だからね。今回で自分4回目タレ作ってるんですね。タレ？本当にガチで優勝しに来たんですけど、ちょっと負けましたね。来年はまた頑張りたいと思います。いやー、すごいね。マジで？じゃあ、1位と最下位、2人をちょっと今から呼びたいと思います。川端文也。おお。もう一人いきます。文雄義孝。俺負けられないから。逃げたい、やばい、リベンジ、リベンジ。去年惨敗して二次会で泣いてます。自由が丘店長の文雄と申します。去年も参加してもらって、回してもらって、まあ、ちょっと惨敗したので、今年は頑張りたいです。お願いします。おーい、寿司リンカの川端です。
すごい緊張してるんですけど、よくわかんないけど、できたらいいなと思います。はい、というわけでですね、今回ですけれども、12人の料理人の方々に牛肩ロースに合う最高最強の焼き肉のタレというものを開発していただきました。全部で、ね、37、8名からの中で一番票をいただいたものとそうじゃないもの、はい、の2人がいらっしゃいます。勝った方の方を僕投稿します。頑張ります。おーい、こういう感じだった。おーはい、じゃあ行きます。でも本当に美味しいタレを作ってくれてありがとうございます。そして皆様本当に今日は集まってくれてありがとうございます。じゃあ最後はもうね、こういうことなんでよろしく、いただきます。まあちょっとね、次回の動画でしっかりとお伝えさせていただきます。ありがとうございました。こいつらマジで僕の店舗の直属の区間を接してやがって、本当に3位以内に入らなかったらガチポーズっていう話をしてたんですけど、見えません。かわいい慎太郎非常に良いですね。何やってんねん。ちょっとじゃあ、坊主の模様は次回の動画ぐらいで上げさせていただきますね。はい、しょうがないよね。はい、しょうがないよ。しょうがないです。しょうがないじゃん。しょうがない。だってお前毎日俺と一緒にしてるじゃん。髪が怒ってるよ。